こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。ファイヤーの悩み。米国株ではなく、全世界株で4%取り崩しは成立するのか解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。最近、こんな質問をいただきました。学長インデックスファンドの出口戦略に4%ルールってありますよね。あれって株式は S&P500 を前提としていると思うのですが、質問です。 S&P500 を全世界株に変えても成立するのでしょうか解説いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。この質問ですね。なので、この動画でお答えします。このチャンネルを見ている人たちの多くは、全世界株のインデックスファンド、いわゆるオルカンとか楽天 VT など、もしくは S&P500 連動のインデックスファンド、e m a x ス SLIM、米国株式 S&P500 など、他にも全米株式インデックスファンド、VTI や楽天 VTI など、こういった外国株中心の株式ファンドに投資しているんじゃないかなと思います。 2021年12月末時点で投資信託の本数は約6000本。先ほど例に挙げたようなファンドはまさに一握りの有料ファンドです。ぼったくりゴみファンドではなく、このような有料ファンドに投資しておけば短期的には上げ下げがあるものの、15年、20年といった長期で見れば資産が増えていく可能性は高いです。だからファイヤーはどんどん近づいていく。老後は安泰だよって言いたいところですが、インデックス投資の場合、問題はその出口です。 積み上げた資産をいつどのように使えばいいかっていう話題ですね。せっかく増やしたお金使わないと意味がないですからね。ということでこの動画では4%ルールとは簡単な復習。全世界株で4%ルールは成立するのか。全世界株で4%ルールが成立しなくてもビビらなくていい3つの理由。この3つについて解説します。全世界株で成立するのかしないのか。目次でネタバレしちゃってますね。 でも今日の動画を見てもらえればインデックスファンドの出口戦略についてより理解が深まりますしっかり腹落ちした状態で長期投資が続けられるようぜひ見ていてくださいそれでは本題に入ります4%ルールとは簡単な復習ここから行きましょうまず4%ルールについて簡単におさらいしておきます長い時間をかけて積み立てたインデックスファンドこのストックつまり残高をいかに取り崩してフロー収入に変えていくかそしてこれをいかに長持ちさせるか これがインデックス投資の出口戦略って言われるものです。インデックス投資の出口戦略として有名なのが4%ルールって呼ばれるものですね。この4%ルールには2つのパターンがあります。1つ目、引退時の資産の4%を定額で取り崩し続ける。2つ目、毎年の資産残高の4%を定率で取り崩し続ける。これどちらも4%ルールと呼ばれています。ごちゃ混ぜにして勘違いしている人も多いので、ここでしっかり整理しておいてください。 引退時の資産の4%を定額で取り崩し続けるパターンと、毎年の資産残高の4%を定率で取り崩し続けるパターン。この2つですね。まずは1つ目のパターンから解説します。引退時の資産× 4%を定額で取り崩し続けるっていうのは、例えばこういうことです。皆さんが65歳で引退するとき、3000万円の資産があったとしましょう。1年目の取り崩し額は3000万円× 4%で120万円。 2年目の取り崩し額も3000万円。つまり、引退時の資産かける4%で120万円。そして3年目以降もずっと同じ。つまり、引退時の資産かける4%に相当する金額を定額で取り崩しているってことです。これ普通に考えたら4、4%かける25年で100%になってしまうので、25年で資産がゼロになりそうですよね。ところが、運用しながら取り崩すと、資産はもっと長生きします。 1998年にアメリカのトリニティ大学の教授3人がトリニティスタディっていう研究でこんな答えを導き出しました。1926年から1995年の70年間を対象期間として株式50%、債権50%のポートフォリオにして取り崩し率を年4%に設定すると30年後に資産が残っている確率はなんと96%。 つまり25年で資産が尽きてゼロになるどころか30年経っても96%以上の確率で残高が残っている。こういうことなんですね。しかもただ残っているどころか多くのシナリオで資産残高が増えているんです。各シナリオの中央値ベースで当初資産のなんと8倍に成長しているとのことです。で、これを聞くと、えー、古い研究結果なんじゃないのって方もいらっしゃるんですけど。 トリニティスタディは2018年にアップデートされ、有効性が再確認されています。そしてこれを聞くと、株式50%、債券50%って言うけれど、実際何に投資しているのこう感じる人もいるでしょう。その答えが、株式部分は S&P500 ですってことなんですね。今回の動画の質問者さんは、これを全世界株に変えるとどうなるのってことを聞いてきているわけです。S&P500 じゃなくて、全世界株だったらどうなのってことですね。次に4%ルールの2つ目のパターンについて解説します。 こちらの4%ルールは、引退時の資産額 ×4% を定額で取り崩すのではなく、毎年の資産残高 ×4% を定率で取り崩すっていうものです。こちらはトリニティスタディではなく、インデックス投資の名著、ウォール街のランダムウォーカーで紹介されている方法です。長期的に見ると、株式 S&P500 のリターンは平均約7%、債券のリターンは平均約4%、 これで株式50%、債券50%のポートフォリオを組むと、期待リターンは5.5%程度になります。すると、つい毎年5.5%分のお金を引き出したくなるところなんですが、ここでインフレ率を考慮します。インフレが進めば進むほどお金の価値は減っていきます。つまり、資産運用の期待リターン5.5%は、インフレ率の分だけ実質的に減少しているってことです。なので、インフレ率を1.5%と想定すると、ポートフォリオの実質リターンは4%。 期待リターンの5.5%からインフレ率の1.5%を引いて4%ってことになります。これが毎年資産を4%ずつ取り崩しても OK って言われるざっくりとした背景です。さて、以上を踏まえて今日の本題です。全世界株で4%ルール、定額取り崩しの方は成立するのかこの問いに対する結論としては、しません。えーそりゃないぜって思うかもしれませんが、データ上は厳しいです。とはいえ、ビビらなくていい理由も後に説明するのでご安心ください。 根拠とした論文は2021年にイエスビジネススクールの教授が公開したもの。データのリンクは概要欄に貼っておきます。そして皆さんに見てほしいデータがこちらのデータです。これですね。これだけ見せられても何のこっちゃっていう話だと思いますので、グラフの読み方を説明します。IWR って書かれているのは最初の引き出し率のことです。当初、この引き出し率でポートフォリオを取り崩して現金化。翌年以降はこの率にインフレ率を加味して引き出し率を調整します。 例えば、1000万円の資産があって IWR が4%の場合、初年度は1000万円かける4%、つまり40万円取り崩して、2年目以降は40万円足すインフレ分を取り崩すっていうイメージです。実質的には定額取り崩しと言えますね。80、20とか60、40とか書かれているのは、株式、債券の比率です。60、40であれば、株式が60%、債券が40%ってことになります。そして F というのが失敗率です。 この研究は1900年から2019年の120年間を対象としています。最初のリタイアメント期間は1900年から1929年の30年間。最後のリタイアメント期間は1990年から2019年の30年間。つまり、1900年から2019年の間には、トータル91回分の30年間があります。この全91回の30年間において、 2%とか3%とかの引き出し率で30回取り崩しを行った場合に、リタイアしてからの30年間、資産が枯渇せずに済む確率、これを表にまとめているってわけです。他にも色々と項目があるのですが、今日はこの部分だけ見ていきます。改めてもう一度グラフをご覧ください。こちらですね。まず、青枠の USA から IWR、つまり引き出し率4%で、米国株式50%、債券50%の場合、 30年の間に資産が枯渇する確率は8.8%です。トリニティスタディでは同条件での失敗確率は0%、つまり100%成功でしたが、それぞれ調査対象期間が異なるので、こういう結果になっているものと思われます。トリニティスタディは1926年から2014年、この研究は1900年から2019年ですからね。次に赤枠のワールド、つまり全世界株版ですね。IWR、引き出し率は4%で、 全世界株式50%、債券50%の場合、30年の間に資産が枯渇する確率は26.4%です。人生が4回あったら1回は失敗する率です。これでは安心して4%取り崩すなんて無理だよって人がほとんどでしょう。統計的には失敗確率が5%程度であれば、ほとんどうまくいくと思っていい。そういう確率と言えます。でも、それ以上になると、プランそのものに問題があると言えますね。 もし失敗確率を5%程度まで下げたければ、全世界株の場合、引き出し率を3%に下げる必要があります。株式50%、債券50%の場合ですね。米国株の場合は、引き出し率4%のままでも、株式60%、債券40%にすれば OK です。過去の長期的なデータを見た場合、全世界株と米国株でこれだけ差が出ます。それは過去120年がまさしく、米国の時代だったからに他なりません。 ここまでの話を聞いて、全世界株、しょぼくないって思った人のために、こちらのデータも紹介しておきます。全世界株がしょぼいんじゃなくて、アメリカがすごいだけっていうのがわかります。これは、世界各国の株式で4%ルールをやったらどうなるかっていう表です。その国の株式60%、債権40%で、引き出し率は4%の過程。これで30年間チャレンジするとどうなるのか。失敗確率ランキングは次の通り、1位イタリア、67%の確率で失敗。 2位、フランス、54.9%の確率で失敗。3位、ポルトガル、52.7%の確率で失敗。4位、ドイツ、ベルギー、50.5%の確率で失敗。こんな感じですね。とても安心して取り崩しできませんね。一方で優秀なのは、カナダ、1.1%の確率で失敗。ニュージーランド、3.3%の確率で失敗。アメリカ、4.4%の確率で失敗ですね。 他の国と見比べてもらえればわかる通り、全世界株の22%で失敗っていう数値は決して悪い数字ではありません。平均失敗率は30.7%ですからね。ちなみに我らがジャパンの失敗確率は36.3%。平均より悪い数字で、まあそんなもんかっていう感じですかね。基本的には株式の割合を増やす、引き出し率を下げる、この2つの調整で成功確率をアップします。興味のある人は動画を止めていろんなパターンで見比べてみてください。 ここまでのデータを見て、全世界株だと4%ルール成立しないのなんか不安になってきたよ。やっぱり米国株が最強じゃんそっちに全振りしようかなこんなことを感じた人もいるかもしれません。でも、ビビらなくて大丈夫です。不安になる必要はありません。というわけで、次の話題に移ります。全世界株で4%ルールが成立しなくても、ビビらなくていい3つの理由。これいきましょう。理由はこの通り。そもそも S&P500 を前提とした4%ルールでも変数がたくさんある。 いずれにせよ、過去は未来を保証しない。全世界株のトータルリターンは歴史的に4%を超えている。この3つですね。順番に見ていきましょう。1つ目。そもそも S&P500 を前提とした4%ルールでも変数がたくさんある。これですね。そもそも S&P500 を前提とした4%ルールなら絶対安心と言えるのか決してそんなことはないんですね。なぜなら変数がたくさんあるからです。日本で暮らす人にとっては、まず為替リスクがありますね。 全世界株ファンドにせよ、S&P500 連動ファンドにせよ、為替の影響を大きく受けます。1ドル80円みたいな円高の時は、円立て評価額は大きく目減りしますし、1ドル130円みたいな円安の時は、円立て評価額は大きく上昇します。為替がどっちに転ぶかは、成功確率に小さくない影響を与えるでしょう。また、税金の問題もありますね。取り崩しの時に含み益になっていて課税されるのか、それとも含み損になっていて課税されないのか、 ニーサなどの非課税枠をどれだけ活用できているのか、将来利益に対する税率はいくらになるのか、ちなみに岸田総理は増税したがっています。他にも法人などを上手に使って売却益を経費で総裁して無税にできるのか、こんな感じで税金にまつわる様々な問題を考慮すると4、4%ルールの成功確率に小さくない影響を与えそうです。他にもインフレ率がどうなるかっていう問題もありますね。トリニティスタディや先ほど紹介した研究データは、基本的にはインフレ調整後の数字です。 ですが、日本で暮らす人がアメリカ株で運用する。こういうケースを想定しているわけではありません。私たちが考慮すべきは、アメリカのインフレ率ではなく、日本のインフレ率ですよね。今、アメリカでは40年ぶりに8%ものインフレ率になっていますが、日本ではせいぜい2%程度です。今まさにそうであるように、2カ国のインフレ率は同じではありません。運用しているのは米国株だけど、使うときは円転して円で使うわけですから、 僕も皆さんも生活に現実的な影響があるのは日本のインフレ率です。つまり、こういったケースを想定しての研究結果ではないので、日本に住む人の成功確率は、米国に住む人のそれとは一致しないってことです。結局のところ、S&P500 を前提とした4%ルールであったとしても、なんやかんや臨機応変に対応しなければいけないことは残りそうってことです。投資の世界に絶対はありません。100%安心したいかもしれませんが、そんなものは幻想です。 S&P500 にせよ、全世界株にせよ、筋のいい投資手法であっても、投資家としてやるべきことや懸念は残り続けます。S&P500 か、それとも全世界株かっていう問題以上に、投資家としてやるべきことをやれるか、それともやれないかっていう問題の方が重要です。全世界株で4%ルールが成立しなくても、ビビれなくていい3つの理由2つ目。いずれにせよ、過去は未来を保証しない。これですね。トリニティスタディにせよ、今回紹介した論文にせよ、絶対ではありません。 過去成立したことが、これからも成立するとは限らないんですね。これまでの120年は、全世界株より米国株の方が優秀でしたが、これからの120年は、米国株より全世界株の方が良くなるかもしれません。もちろん、トリニティスタディのような研究に意味がないと言っているわけではありません。確かに、コイン投げを10回やって、10回連続で表が出たからといって、次の1回でも表が出るとは限りません。表が出る確率はいつも50%です。こういったことを根拠に、 過去ずっと成績の良かった米国株が来年もいいとは限らないよ。過去のデータの統計的な分析に意味はないよ。こう主張する人もいます。でも、経済の世界はコイン投げとは違います。成長する国には成長するだけの理由が、衰退する国には衰退するだけの理由があります。そして、大型タンカーが舵を切ってから曲がるのに時間がかかるように、世界経済のトレンドっていうのも変わるのに時間がかかります。 今日明日で急にアメリカのシリコンバレーが潰れて突如として日本でシリコンバレーが生まれるってことはないんですね。数々のマクロ経済指標を見る限り米国の強さはこれからも続きそうです。その意味において過去の統計データと未来の姿は整合します。S&P500 円の投資がゴミ投資に比べて信頼性が高いのは間違いありません。トリニティスタディのような研究も大いに参考になります。でもそれでもどこまで行っても未来の確実な保証ではないんですね。 もしかしたら、この先米国が沈んでいき、他の国が伸びる時代が来るかもしれません。新興国の中から全世界株ファンドの中心を占める国が出てくるかもしれません。おい学長、過去の統計データ、役に立つのか、役に立たないのか、どっちなんだいって思われそうですが、この奥深さこそが投資です。S&P500 への信頼性は高いけど、全世界株が負け続けるとは限らない。米国か、それとも国際分散かっていうのは、まさに永遠のテーマと言えますね。 それよりも皆さんに意識してほしいことがあります。インデックス投資で資産を積み上げられる人というのはこういう人です。人的資本がある人。稼ぐ力ですね。稼ぐ力がない限り資産は作れません。それから会議心のある人。数多くの人が年利30%みたいな怪しい話にはまっていきます。それから自制心のある人。数多くの人が株式市場が暴落するとパニックリします。インデックス投資で絶対にやってはいけないことの一つです。それから家計管理力のある人。 貯める力がない限り資産は作れません。それと合理性のある人、インデックス投資は理論的にも現実的にも大いに有効です。要するに、インデックス投資で資産を積み上げられる人というのは、金融リテラシーの高い経済人なんですね。こういう人が、このまま4%取り崩し続けたら、老後破産してしまうっていう状況になっても、意個地になって4%取り崩しを続けると思いますかおそらく早期にその状況を察知して、 取り崩し率を引き下げるなり、ちょっとした仕事を始めるなり、家計を見直すなりっていう感じで、いい感じで調整できるでしょう。結局のところ、皆さんにとっては、ファンドだけではなく、自力で資産形成できた、皆さん自身の金融リテラシー自体が財産ってわけですね。普通、取り崩し方を悩む規模の財産を築ける人はそういませんからね。こういう人にとっての究極の出口戦略は、経済状況に応じて、その都度必要な額を取り崩せばいいってことになります。 4%ルールはむしろそう決めないと使わない自分に対してこれぐらい使っても大丈夫なんだよっていう目安を教えるものなのかもしれません実際4%ぐらい強制的に使わないと多くの人がどんどんお金を増やしてしまうと思います死ぬ時に一番お金持ちにならないように気をつけましょう失敗確率がどうこうというよりむしろこちらを注意喚起したいところですね全世界株で4%ルールが成立しなくてもビビらなくていい3つの理由3つ目 全世界株のトータルリターンは歴史的に4%を超えている。ビビらなくていい最後の理由がこれです。トリニティスタディのような定額4%取り崩しが成立し得なくても、定率4%の取り崩しは決して非現実的ではありません。なぜなら超長期的に見て全世界株にはそれだけの成長力があるからです。例えばクレディスイスによると過去122年間世界の株式のドル建て実質リターンは年率5.3%とのこと。 切り取る時期や期間によっては良くない成績が出ることはもちろんあります。例えば2000年から2009年では年利マイナス0.8%になっています。とはいえ、これはほとんど最悪期の数字と言っていいでしょう。IT バブル崩壊とリーマンショック、2つの金融危機を含んでいるからです。こういう時期を含んでも、より長期で見ると4%を上回るリターンが出るってことです。未来についてはどうでしょうか ?JP モルガンが公表している超長期予測によると、 今後10年から15年の全世界株の期待リターン予測は3.3%です。これは過去10年が良すぎたことの反動ですね。2011年から2021年は年利10%でした。ちなみに米国株、大型株の期待リターンは2.4%。全世界株式をアンダーパフォームする予測になっていますね。株式というのは長期的に見ると最も成長力のある最強の資産です。短期的に見れば債券や不動産、ゴールドなど株式に勝つ資産もあるでしょう。 しかし、長期で見れば、株式を上回る成長力を見せてきた資産は皆無です。その最強の資産の中にあって、S、S&P500 連動ファンド、全世界株式ファンドっていった有料ファンドに投資しておけば、年利4%ぐらいは十分見込めるってわけです。ただし、いくら株式でも、ゴミファンドとか、アカン個別株に投資してたらダメですよ。僕は現時点において、これが最も万人向けのポートフォリオだと思っています。全世界株と現金、これですね。詳しくはこちらの動画も合わせてご覧ください。 改定版、新しいほったらかし投資術について解説。これですね。この状態をベースとして、S、S&P500 を積みまして、米国の割合を増やすとか、後輩投下部を積みまして、キャッシュフローを強化するとか、調整していくのがいいのかなと思っています。いずれにせよ、こういったやり方をする限り、老後において育てた資産から潤沢な収入を得られるようになるでしょう。時に一時的に取り崩し率を引き下げる。一時的にちょっとした労働で収入を補填する。 一時的に家計を見直して、緊縮財政を取るといったことは必要になるかもしれません。それでも長い目で見れば、資産額の4%ぐらいのおこぼれに預かり続けること、これは決して非現実的な話ではないと思いますね。最後に今日の動画のまとめです。今日の動画では次の3点について解説しました。4%ルールとは、簡単な復習。全世界株で4%ルールは成立するのか、全世界株で4%ルールが成立しなくてもビビらなくていい3つの理由。この3点ですね。 4%ルールとは、インデックス投資の出口戦略の一つで、引退時の資産ーセン4%を定額で取り崩し続ける。それから、毎年の資産残高の4%を定率で取り崩し続ける。この2パターンがあります。全世界株で4%ルール、定額取り崩しは成立するのかこれについてはしません。米国株の場合、IWR 引き出し率4%で、米国株式50%、債券50%の場合、 30年の間に資産が枯渇する確率は8.8%です。一方で全世界株の場合、IWR 引き出し率4%で、全世界株式50%、債券50%の場合、30年の間に資産が枯渇する確率は26.4%です。もし失敗確率を5%程度まで下げたければ、全世界株の場合、引き出し率を3%に下げる必要があります。株式50%、債券50%ですね。 ちなみに株式100%にすれば引き出し率3.5%ぐらいでも大丈夫かもしれません。米国株の場合は引き出し率4%のままでも株式60%、債権40%にすれば OK です。全世界株で4%ルールが成立しなくてもビビらなくていい3つの理由。次の3点です。そもそも S&P500 を前提とした4%ルールでも変数がたくさんある。為替、税金、インフレ率などの問題があり、いずれにせよどうせ絶対安心にはならない。 それから、いずれにせよ、過去は未来を保証しない。これからは米国よりも全世界株の方が良くなるかもしれません。不透明な未来を乗り切るには、ファンドだけの力に頼るのではなく、自らの金融リテラシーに頼ることが大切です。インデックス投資で資産を積み上げられた人は、その後も大丈夫です。それから、ビビらなくてもいい最後の理由。全世界株のトータルリターンは、歴史的に4%を超えている。これですね。今日の動画で、インデックス投資の出口戦略の理解がより深まったんじゃないかなと思います。 一番合理的なのは必要な時に必要な額だけ取り崩すこと。これですね。そうは言っても増えたお金をどれぐらいのペースで使っていいのか目安が欲しい人。使う仕組みを決めておかないと全然お金を使えなさそうな人。こういう人もいると思います。4%ルールはそういう目安や仕組みが欲しい人には参考になりますね。信頼性が高く意識していい数字だと思います。この点、高配当株投資の出口はめちゃくちゃ楽ですね。配当金を使うのみですから。 何にせよ、S&P500 連動ファンド、投資信託であれば Emaxis Slim 米国株式 S&P500、ETF であれば VOO、もしくは全世界株連動ファンド、投資信託であれば Emaxis Slim 全世界株式オールカントリー、ETF であれば VT、このような一握りの有料インデックスファンドを積み立て続けられる人は、長い目で見ればリスクを取るだけのメリットが得られるだろうと信じています。繰り返しになりますが、短期的に見れば上げ下げはあります。 時に数年以上にわたる含み損を経験することもあるでしょう。しかし、それでも15年、20年と使う予定のないお金は株式にしておくのが合理的だと思いますね。もし今日の動画を見て自分も運用をやってみようって思った人はぜひ証券講座を解説してください。そのアクションは間違いなく未来を変えてくれます。おすすめの証券講座、解説リンクはこの動画の概要欄に貼っておきます。間違っても対面の証券会社や銀行でファンドを買わないようにしてくださいね。 今日紹介したほったらかし投資術などの動画を参考に長く投資を続けてもらえたらなと思います。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。お金が貯まる思考法を身につけるためにリベダイの書籍がおすすめです。オンラインコミュニティリベシティも運営しています。お金にまつわる5つの力を鍛える場ですね。リベダイ同士でコミュニケーションが取れます。株式投資や出口戦略に関する情報も飛び交ってますので、興味のある方はこの動画の概要欄からチェックしてみてください。 お金のことを気軽に話せるコミュニティですから楽しいと思います。今日が人生で一番若い日です。頑張って稼ぐ。そして賢く使って貯める。そして残ったお金はきちんと守って運用する。このシンプルな流れを作れた人はお金で苦労する人生から少しずつ遠ざかります。トマ・ピケティ氏の R イナリ G っていう式が表している通り、労働力だけに頼らず、労働で得たお金を資本に変換していくこと。これが資本主義社会を楽に生き抜くための秘訣です。 ということで、これからもしっかり学んで行動して自由な道を歩んでいきましょう降りたいと思います今日もありがとうございましたお金にも働いてもらおうそれでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい